どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、小顔効果がある顔周りの作り方についてご紹介します。前髪が長い方でスタイリングって結構皆さん迷われませんか？巻いてみたりとかして、きつく巻きすぎて少しこう老けて見えたりとか、あとは逆にお顔が結構大きく見えたりとか、そんな感じになったりとかする方って結構多いかなと思うんですけど、それを今回はたった一つのポイントで解消できる方法をご紹介します。でそのポイントとしては、顔周りの髪の毛下ろすと思うんですけど、2つに分けて内巻きと外巻きに巻く、もうこれだけです。たったこれだけって思う方っていらっしゃるかなと思うんですけど、これをしっかりとやればかなりね、顔周りが隠れて綺麗な形に前髪が作れますので、気になる方ぜひ最後まで動画をご覧ください。それでは動画をどうぞ。今回使うコテの大きさは32ミリのコテを使います。じゃあ巻いていきます。顔周りの長さなんですけど、まあ大体ね、まあこのぐらいの長さ、顎よりも多分5センチとか10センチぐらいの長さの方は32ミリで OK かなと思います。大体幅をね、ご自分で下ろしたい幅で取っていただいて、それを2つで分けます。でこの外側、後ろの髪の毛ですね、顔周りの髪の毛をまずは内巻きに巻いていきます。ちょっとね、中間あたりぐらいからコテを入れて、内巻きに1回転、このぐらいのカールをつけます。次に一番前髪の部分ですね、この髪の毛を外巻きに巻いていきます。こっちにね、外に向かってで巻いていくときに、これも中間から入れて1回転だけさせて、そのまま滑らしていきます。こんな感じのカールですね。こんな感じで作りました。でこれを巻き終わったらなじませていきます。じゃあ次に反対の髪の毛もいきます。半分に分けて後ろ側の髪の毛を内巻きに巻いていきます。回転だけさせて、このぐらいのカールで、前の髪の毛も外巻き、こっち向きですね、中間から入れて1回転だけさせて、こんな感じのカールができます。次にヘアミルクをつけていきます。だいたいワンプッシュぐらい出して、さっき巻いたね、顔周りの髪の毛を少しねほぐすような感じしてつけていきます。でこの時にね、毛羽立ちだったりとか細かい毛が結構出てくる方はミルクをしっかりとつけて髪の毛をまとめるようにしていてください。ミルクをつけたなじました感じなんですけど、このね、後ろ側の髪の毛がこう内巻きに入っているの分かりますかね。こう入ることによって、ここのね、顎のフェイスラインをしっかりと隠してくれます。次に顔周りのね、外巻きのカールが、ここのね、目尻の横のここのこめかみの部分、ここを隠すような感じでカールができるんですね。でもこれが外に流れているので、このまま後ろに逃げてくれるので、そんなに邪魔じゃないんですね。でもここが例えば少し出てると顔が大きく見えたりもするので、少し隠しながら毛先を逃がす、こんな感じにすると顔周りがすっきり見えて、なおかつフェイスラインが隠れて綺麗な形に見えます。はい、こんな感じでやってみました。顔周りの巻き方って迷われてる方結構多いかなと思います。外巻き外巻きで巻いたり、内巻きで巻いたりとかやられてる方が多いと思うんですけど、これだけ覚えておいてください。後ろ顔が内巻き、顔周りが外巻き、こうすることによってフェイスラインが隠れて綺麗な形に見えますので、ぜひ参考になさってみてください。今日も、最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような情報だったりとか、アレンジ方法をご紹介しますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。